10時です。あっぱれ、やってます。よく浜口です。有野です。アンガールズ山根です。アンガールズ田中です。花粉症が壊滅的にヤバい内田理央です。あれヤバそうでございますね。なんか今夜みたいになってんだよ。壊滅的にヤバいんだよ。滑舌が今夜の言い回し。今夜の言い回し。え、サンシュラのファンなの。違います。壊滅的には悪いんだよ。本当ですか。滑舌の悪さな。無意識に無意識にそうなっちゃいました。フレーズが耳に入ったよな。そうですかね。まあまあその前にサイレームがお休みでございます。ねえ、嬉しい。サイレート、はい、てっちゃん、てっちゃんお休みとか、てっちゃんは練習です。練習って、俺らだってライブの練習したいよ。てっちゃんさんはドームの練習がありますから。ラルクの練習がありますんで。てっちゃんはベース教室に入ったらしい。今さら先生の方でしょ。習うらしいよ。もう分かんなくなっちゃった。まああの、サイレーのピンチヒッターは後ほど駆けつけてくれるらしいですけど、あの方も今ちょっと、握手会の影響で遅れてるということで、はい、握手会です。土日は大体やってんねや。どこから移動してんじゃないね。あ、そっか。そしたら、あのこのまま入ってもらうということになっております。はいはい、はい。勝手がわからんまま入ってくんねや。やりづらいやろな。まだ放送ですからね、始まっちゃいますから。ね、で悪いんや。そんなに大丈夫ですか。俺は花粉症じゃないねん。え、皆さんどうですか。俺は花粉症だけど。花粉症。俺も花粉症です。じゃあ俺だけはここでなってないの。ねえ、いや今後なりますって。らしいな。だからそのタンクが満タンになったらよ。俺でももう浜口さん花粉症だと思う。え、マジで気づいてないだけだ。そんなことあります。俺もここ3年ぐらい、去年気づいたんですけど、実はもう5、6年前から花粉症だった。なぜかっていうと、俺の花粉症は、分かんなかったんですけど、鼻水とか涙とかじゃないんですよ。うん、俺は微熱が出たり、喉の声が出なくなったりっていうパターンで、これってもう風邪かなと思うじゃないですか。うんうんうん、でも、風邪薬飲んでも全然治んないんですよ、その3月、4月。あ、そうなんや。で、去年、なんかもうまた声飛んだからおかしいからと思って、ひょっとしてと思って、飲んだら、ピターッと治って。花粉症の薬？もう全部、ね、微熱もなくなったし、だから鼻に出てないだけで、俺は花粉症だったの、とっくに。そう、俺もなってんねや。だから浜口さんもなんか体調悪いでしょ、今。悪くはないけど鼻水は出る。ああ。でも俺常に出んねんな。そう、それもあるな。夏も出るんですか。夏も出る。田中も常に鼻水出てるから。俺を鼻が気づきづらいですよね。鼻炎なんですね。鼻炎は鼻炎やと思う。でもまあまあ重度ではないやろな、もし花粉症になってたとしても。ラーメン食べても出てくるよ。ラーメンはそれ関係みんな出る。夏場も。ラーメン食べても温かいもん食べたから出てるんですよ。で、美味しいもん食べても出てくるよ。美味しいもん食べるとすするの忘れるから鼻水がずーっと垂れてる。花粉症じゃない。それは花粉症だ。ほんま一瞬花粉症ですか。花粉症です。それは花粉症になります。それは花粉症じゃないです。うまいもん例題。あとなんか美味しいもんとかいっぱい、お腹いっぱいになったら眠くなるんですけど、浜口さん花粉症ですか。花粉症じゃない。それみんなロケの合間とか寝るやつでしょ。昼弁当食べてた。俺この前なんかその医療番組出た時にいろいろ睡眠障害があるみたいなのをやってて、なんか当てはまって、俺多分過眠症ってやつかも。何ですかそれ。あのもうすんげえ寝ちゃう。あ、待ってください。私最近すっごい悩んでるね。それで何すごい寝ちゃうんですよ。あ、じゃあ過眠症や。何ですか。何時間寝るの過眠症って。私の場合は、もういつでも眠くって、ちょっと緊張感ある待ち時間とかでも寝ちゃうんですよ。過眠症か。何その緊張感ある待ち時間。緊張してないじゃん。違うです。すごい緊張感のある場所でも寝ちゃうんです。緊張しすぎて眠くなってくるんだよ。でも分かる分かる。俺もそうやねん。そんなことないよ。ライブの前とか緊張しすぎて、なんか眠くなってきた。一回寝ようかな。疲れてるんでしょ。緊張してたらまず寝れないでしょ、前日とか。いやいや、ちょっと違うんです。寝れちゃうんですよ、逆に。いやいやいや、だいたいさ、お笑いの大会の前日とかも寝れない。眠りが寝たとしても浅いよな。パッて目覚めないとか。あれもない。なんか8時間とか、9時間ぐらいもう寝た、寝たと。すんげえ体調。
もうあっちめっちゃ寝たから大丈夫やと思っても、はいはいはい、結局現場行ったら眠って、うん、そうなんですよちょっと寝たいな。過眠症だ。どんなに寝ても飛行機でもう全部寝れます。うわそうそうそう俺もなんかその症状で言ったらちょっと暗くしたらすぐ寝ちゃうって。時間関係なくカーテン閉めるとか。あそう全然寝れます。暗くなくても寝れんの。暗くなくても全然それだらしないんじゃない。いや違う違う。なんかハワイからこっちに帰ってくるときに、うん、ハワイ朝の便だったんですよ、うん、だからみんなぐっすり寝て、うん、朝の10時ぐらいに初で、うんまあ、8時間フライト、うん、もう全部8時間全部丸々寝ました。一回も起きず寝れることあるの。時差ボケじゃない。一回も起きずに寝ます。めっちゃ損した気分する。映画見たかった。映画見たかった。機内食食べたかった。シートも倒したかった。はい、全然倒せない。シート倒さずに寝ちゃってるんだ。そうなんです。離陸前に寝てんの。そう離陸前に寝、もう敵着いたら寝て、ガタンって言って、あ、日本だみたいな。その時嬉しくない？いや。なんかもうな。飛び立った衝撃なんか、着陸の衝撃なんかが分かれへんの。やっと日本に着いたぐらいで、ガサゴサみんなが音をし出すぐらいに起きるみたいな。あその長い時間何も考えずに揺れたから、すげえラッキーだと思ってるよな。映画見たよな。ちょっと機内食食べたりとか、おしっこ行ったりとかしたいですね。なんでおしっこ行ったりしたい。おしっこ行ったりとかってどういう映画見ようってこうやって、プランニングしても意味ないんだそうどうせ寝るから。仮眠症って初めて聞いたんですけど、何なんですか。あの寝すぎるっていう。でこれあのその睡眠の先生に、はい、これなんかあるんですかって聞いたら、はい、何もないです治らないんですか。治らないし別に治さんでいいし、あの害はないって。長生きするんじゃない、なんでこんなんなるんですかって言ったら、うん、寝なきゃ損だと思ってるんです精神も、まあ、お前、ね、寝なきゃ損って思ってるぐらいに言って。そうなんだ、うん、寝だめができると思ってる人らなんじゃない。俺は寝だめできると思ってるよ。寝だめなんてできないですよ。できないって言ったけど、俺はできんねん、できんねん。医学を、医学を。いや、なんか言ってましたよ。寝だめはできなくて、寝取り返しはできるって。ああ、言いますね。何それ、寝取り返して。寝取り返して、前日、うん、あんまり寝れなかったけど、次の日、多めに寝たら、前日の、あの疲れが取れてる。疲れを取り取れる。ああ、なるほど、なるほど。それもできるわ。前日も寝てんでしょ。奇跡的に。結局よう寝てるやん。奇跡的に15分ぐらいしか寝てなかったのに、1日寝たぐらいの疲れが取れる時ないですか、うんうん、あるある。あの時めっちゃ嬉しいんですよね。ある。奇跡のなんか睡眠時間。いやいや、めっちゃ寝てんのにそれないでしょ。神の領域。神の領域。毎回だってもうピンピンしてんでしょ毎日。いや、でもフラフラする時もあんな。眠いんです。どんなに寝ても眠くって。寝すぎてしんどいんだ。夕方ぐらいに起きたらもうすげえしんどくない？いや、そしてもまた夜寝ます。夜寝れるかなとかってぶっちゃけてる。損した感ない。うわぁ、夕方頭悪そうに聞こえるね。いやそういう、でもそういうのはいいんですけど、本当緊張感ある待ち時間とかが、もう本当に、なんて言うんだろう、うん、あちょっとセリフ大丈夫かなっていうようなとか、あとちょっと、うん、あの自分あのなんだろう大御所の方がいる前室とか、うん、とかって寝れないじゃないですか。絶対寝れへんよ普通は、うん、そもうダメでも前室で寝ちゃうの。前室でもこう睡魔が来ちゃうんです、うん、めっちゃ寝たいめっちゃ寝たいってやろ。なんかもうずっと手をグサグサこう差し上げて怖い怖い俺今日なんか山から降りてくるなんかスキーのリフトみたいなやつで 寝かけてもうたわ。眠くてしょうがなくてもこれ寝てもうた多分降りる時失敗するから寝たらあかんねんけど眠くてしょうがない眠くてしょうがないいやいやたまにだろそれ。いやもういるいる俺リフトの上の箱の中にずっといる仕事、うん、バイトしてたけど、うん、何そのバイト。えリフトの箱の中に上のあのあるじゃない箱の中に人が、おるおるおる、あの降りれない人をサポートする人、あの子供とか、うん、上がってきたら寝てるやついるんだよ。バーンって赤いスイッチを押して止めるんですけど、寝るんじゃねえよってお前死ぬぞっていう。雪山でな。そうそう。疲れて寝ちゃってんだよ。気持ちわかるわ。そう長いリフトだと10分ぐらいかかる時あるから、うんうん、冷えるもんな。そうそう。寝てたら。で静かなんですね意外とあの、うん、静か静か。でしだからあの寒さとちょっと自分の体温がこう、うん、上やから上がってきて。暖かくって寝ちゃうみたいな。わかります。落ちてまうよな。うん、落ちてまうよ、うん。だったら車の運転できないじゃん。あ、そうですね。うん、やめた方がいいよ。もう絶対寝るでしょ。危ない危ない。危ない。
今シートヒーティングみたいなのついてるし、お尻にくくなるし、うん、緊張感あるからね、車なんてずっと。そういうところダメですよね。車危ないなと思う、うん、だから免許も持ってないし、うん、運転しないんですけど。じゃあ取るな、じゃあ大丈夫。マジで最近の一番の悩みです、うん、本当に寝ちゃうっていうのが過眠症、過眠症って過眠症悩みなんですよ。寝な損や思ってるぐらいから大将の手法がない。治らない、治らないんだから。でも1000人に1人らしいで。すごい、なんかその2人、先生がそれが2人いるんですか、ここ。それが2人特別感すごい。1000人に1人ぐらいなんだけどね。羨ましいことかどうか分からへんけど、でもこうやって例えば有奈さんとこうやって会話してるとして、うん、まあ、ラジオだから大丈夫なんですけど、うん、なんかこうやってなん有奈さんって何とかなんですかって聞いて、うん、有奈さんが答えてる間には寝ちゃうんですよ、ね。うん、早いよ。徹子の部屋とかでけへんやん。やばいですよ、急に寝てるの。自分で聞いといて。お仕事の時は多分集中してるんで大丈夫なんですけど、うん、普段は本当にそうやって寝ちゃうんです。友達ととかってこと。友達ともそうだし、年上の人とも関係なく、はい、なんかルミネで、ルミネのなんか、トイレの前のベンチでずっと寝てたことあります。気絶やもん、それ。気絶するようになってる。気絶ちゃうの、それ。やばい、ジャーンって寝ちゃったみたい。その病院ちょっと紹介してもらったら、浜口さんに、でもなんかなんともないんですよね。なんともないって、うん。好きなだけ寝なさいって。のび太くんはうん、あれですよね、自分がこう枕を置いて、うん、そこに横になる間に寝る、ね、そう、寒いで寝る。それでも俺ほんまにバラエティーで、うん、こう脳波計つけて、うん、ほんまに寝たかどうかを睡眠先生が見て、うん、寝ましたっていうやつで、はい、つけて俺70秒で寝たことある。バカじゃない。そんなの、はい、もう自分で睡眠あえつれてるぐらいで、はい、寝ましたっつって。羨ましい。どうしても寝たい時に寝れない時あるから、俺ら怖いで、それ起きてたやつは一番最後に寝たやつはそいつはそのまま床がバンって開いて水にドボンと落とされるっていう企画。それを知ってしまったやつもう次のゲームからドキドキするわけや、うん、早く寝な、うん、早く寝なって、うん、全然関係なく独走幅が。すごい、それ昔ですよね、見てました。あ、見てた、はい。で途中で起きてしまって、やっぱ今寝られへんかもしれんと思って、うん、俺寝てないんやと、寝てんねん。早く寝すぎて起きてもうて、みんなが寝てへん。ちゃくちゃ怖いな、そんな。天才ですけどね、睡眠に関してはね。なんかそういう仕事があればいいですね。そういう仕事ないやろ。早く寝る仕事、早く寝てほしい仕事。睡眠導入剤とか売り出したりとかしてるぐらいやろ。だから睡眠の研究されてる人にとってはちょっとすごい新たなというか大事な、そうなんだろうね、対象、すぐ寝てほしいんですけど、研究材料でも その時使ってた技っていうか、この気持ちの持ってき方で、こう自分の気持ちをこうなんかこうカメハメハ打つみたいにこう集めんねん、真ん中に、うん、わかる。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと聞いてみよう。気持ちを集めんの、ぎゅーって持っていく方ね。それはどの辺に集めんの？胸のあたり、うん、はい、どこでもよ、腹でも頭でもいいわ、はい。で、まあ俺は胸がいないけど、はい、胸に集めてそれを沈めんねん、ぎゅーって。どこにですか？どこに沈めるんですか？どこって意識のもん、意識の世界。どの辺で大体頭にいかないんですか？頭にですかって。頭にやればいい。頭でもいいし、まあ寝転がってるってことやろ。まず気持ちを持ってくるっていうのは、この感覚あるのをなんか全体の中に集める。なんか寝る時に意識あるでしょ？なんか思ってるでしょ？いろいろ。それをぐるーって真ん中に1個集めて、はい、沈めんねん。なん寝れる。難しい。まず全然やり方がわからない。やってみたいけど、ここで地震に関する情報です。千葉アナウンサーお願いします。はい、お伝えします。先ほど午後10時7分ごろ和歌山県で地震がありました。この地震による津波の心配はありません。各地の震度ですが、震度1を御坊市、田辺市、稲美町、みなべ町、日高川町で観測しています。地震の震源は和歌山県北部で、震源の深さはおよそ10キロメートル。地震の規模を示すマグニチュードは 3.0 と推定されています。以上、地震情報をお伝えしました。千葉アナウンサーありがとうございました。そう、それで寝れるから。
えじゃあ誰を今ちょっと後ろ行って横になってって見れんの、いやここどうだろう、緊張感寝れませんよとは言えへんねん、寝ちゃいそうやな、寝ちゃいそうですけど、でもなんかやっぱこうちょっとテンションが上がっちゃうと難しくなってきます、あ今上がってるの、じゃあ今超上がってます見えないけど上がってる、ちょっと分かんない、ダリオは睡眠に持っていき方ないの、これはこういうやり方でやってますと、寝たいな、もうちょっと分かりやすいの教えて、お布団の時は、なんかこの鼻のところまでお布団かぶるとすぐ寝ちゃう、あ形やそうで、俺思うに俺ね自分で研究したんだけど、どうしたら眠くなるかなって研究したことあるの、そしたら鼻呼吸したらちょっと眠くなるの、鼻だけで、だから布団をここまでかぶしたら鼻でしかできなくなる、口までかぶしたら、そう、そしたら、俺眠く、今それで今眠れない時それやってんの、へー、寝てる時大体鼻でやっちゃうじゃん、だから鼻の、鼻でどうやってんの吐くのは口で吐くの、口で吐く、口でも吐くけど、でも鼻を大量の空気が通るということは、人間睡眠にの時なんですよ、だからここに空気をたくさん通すことでなんかスイッチあるんじゃないかなって俺、ずっと研究してんの睡眠の、じゃあ研究してんの、はい、いや俺だって眠って、だってロケの合間、まあ、無免許やろ、無免許いやでもロケの合間とか朝早いですよ、ロケ 6時起きとか、とか、でその間だいたい昼にちょっと空き時間1時間ある時に、どうしても寝たいなっていう時に早く寝つきたいなと思って、どうしたら寝れるかなってずっと研究してた、なんで無免許で研究すんねん、いやいいじゃないですか、ただ鼻を空気通るとなんかうーんと落ちそうになるっていうのは今分かってんの、布団こうハンカチ置いてあかんの、ハンカチぐらいじゃあかんの、ハンカチじゃなくてもうちょっと重みがあるやつがいいと思います、タオル、いや俺はそれは分かんなくて、とにかく鼻を空気通す、じゃあ鼻の下のところに、あの柔らかい文鎮とか置いてもね、文鎮はいらないよ、文鎮が重いなと思っちゃう何やってるシュノーケルでもいいじゃん、シュノーケルをこうシュノーケルはシュノーケルつけてるなと思っちゃうだから何鼻で息してんやん、鼻の下ぐらいシュノーケル、鼻だけを通すといいっていうのは俺は今これだけは分かってる、だから早く寝たいときは鼻を、花粉症の人はじゃあ寝づらいってこと、あそうですね、まあそれはあると思うよ、だからちょっとこの時期寝づらいんじゃないのか、そう寝づらいです、やっぱ鼻水が垂れてきてちょっと何回か起きちゃったりとかするので、そこどっちなの、すぐ寝んの、寝れないの、んすぐ寝れるの、結局寝るときは、あ寝るときは寝れるとは思います、そんなんか女の子ってなんか毛布のモフモフがここにあるといいとかあるやん、あそう、私はその毛布、モフモフの布団を鼻のところまでこうかけて、なんか手をちょっと出すそれはもうやだかわいい、かわいい、単純に寝るぞっていう気持ちになってるからじゃないのここに来てるかどうかじゃなくて、単純に家で横になって何もかかってない時よりちょっとなんかかけるとなんか寝れるみたいなことじゃないの、いやでも現場とかでちょっとこうブランケットみたいなのを口元にヒュッてやっとくと寝ちゃう、あ寝よったって、あとマフラーとか、じゃあ代理を寝かそうと思うとすぐ毛布をそこに持っていけばフッてやればフッて寝ます、子犬やな、そう、高校 1,2 年生の時の夏休み、まあ、1ヶ月ぐらいあったんですけど、私1ヶ月寝て過ごした時嘘だよ、本当本当本当嘘言うんじゃないよ、本当なんです、とにかく寝てて、お前さんは騙せないよそんなので、本当に寝ちゃって、1ヶ月、1ヶ月、1ヶ月寝るわけないじゃん、ご飯なかったよ、起きるんだ、ご飯だけ起きるんだ、ご飯だけ1日1回ぐらい食べて、トイレも1日1回行って、なんかその時はお風呂なんか2日に1遍ぐらいあとずっと寝てんの、寝てました、そう起こされないのお母さんとか、それで、お母さんがなんかもう死んだかと思って、私があまり起きてすごい形相でお母さんもおかしいよそれすごい形相で起こしに来て死んだっつって、で鍵閉めてたんですよ、だから起こしに来るのが嫌だったから、で鍵をなんか開けられて、なんかそのすごい心配でね、なんか鍵開けるやつで、それをすごい勢いで起こされたことあります生きてんの言うて、そう、生きてんのって、それはパッと目覚めんの、
寝たらバーッと全然目覚めへんとかあるやん、うん、あ一応人が声かけたら寝ぼけながらにも返答はします。へえ、その時はちゃんと起きてんの。でもそれだけ寝ちゃうと現実と夢が分からなくなっちゃうんですよね。あだからなんか寝ぼけちゃいません？うん、ね、分かる、うん、それは分かる。起きた時になんかあんまりなんかいっぱい絶望しか感じない。じゃあ起きればいいじゃん。寝すぎて絶望を感じに出たら起きればいいやん。ああってそう。もう何日過ぎたやろ。そうなんですよ。寝まくっちゃったなって。寝まくっちゃったって後悔する夏休みでした。そうだよ、どっかみんな遊びに行って。絶対遊びに行くのが楽しいの夏休みはな。なんか海とか夏休み行ったことないです。ね、毎年ねの夏。行ってたから。行って寝ればいいじゃん海で。うん、それなんかもう大変じゃないですか海で寝るの日焼けも。いやでもとにかく家で寝たいね。いや家で寝たら心配されるやんか、うんうん、そうなんですけどね、うん、でもそれって結局寝るのが一番幸せやと思うよ。幸せなんですよね。家で寝てるのがいいんだ。早く帰って寝たいって、ね、そうか、そっちの方がいいんだ。さあでは、ここで曲聴いていただきましょう。哲也さんでメイクアウィッシュ。この番組は遊び、癒し、宿泊の総合リゾート、長島温泉、長島リゾートの提供でお送りします。内田理央です。MBS ラジオ AM1179、FM906 からあっぱれやってます。さあ、メールが届いております。はい、川越市はラジオネームシルルさんからいただきました。あっぱれゲストの皆さん、こんばんは。こんばんは。素朴な疑問なのですが、皆さんはテレビに出るときは私服なのですか？スタジオやロケとかがあるので、その時の服がどうなのか気になります。以前この番組で田中さんは自分の服を着ていると言っていたと思うし、優、うん、子さんはスタイリストがついていると言っていたように思います。うん、ダーリオさんや姉はどうなんですか？タレントさんのテレビに出演する時のファッションについて知りたいです。うん、なんでてっちゃんに聞いたらへんねん。お休みって知ってるの？そうか、もうどうせ来ないの。だいたい私は衣装のことの方が多いです。あ、スタイリストさん今は、はい、あ今日ですか、うん、あ今日は全然私服です。ラジオは私服で、うん、でもたまになんかちょっとしたのだと、うん、もう自分で、あ、で用意っていうのはあるけど、うん、番組によってねそういう時はありますもんね、はい、でも大体スタイリストさんが、うんうん、選んできて、うん、それ自分でこういうのがいいってちょっとだけ希望出してる、うん、あなんとなく出してます。なんて言ってんのよ。およじゃないよ。あれちゃうみたいな。本気でほよよって言う。本気でほよ言う人、久々やな。ほよ？ほよ？何ほよって。寝てた。寝てた。寝かけてたよ。寝起きで。ほよいう質問でもないでしょ。ほよって言ったよね。絶対。明らかに。本当無意識で言ってましたよ。ほよ言うた。いや、ほよって言われちゃうの。普段言わないですけど。聞いたことないの。普段言わないですけど、なんか出ちゃいました。あ、出ちゃった。ほよ。出ちゃった。意外な質問か。ちょっと今びっくりした。意外な質問だった。そんな意外でもなかったよ。なんて言ったんだっけ。スタイリストになんて、なんて注文を出したの。要望ね。ほら、ほよって言うから。いや、そんなに、なんか、すごいなんか言ってるわけじゃないんですけど、うんうん、なんか可愛らしくしすぎないでとか。あ、なんか露出がすごいあるわけじゃなくて、うん、でもちょっと可愛らしくって、うん、ちょっと大人っぽい感じって、うん、難しい難しい。でもやっぱそれ気に入るのを用意してくれるスタイリストさんに出会えたんやろな。そうで何着か持ってきてくださって、そのうちから選ぶみたいな感じです、うん、あやっぱほんまこの自分の好みに合う方に出会うまでって相当大変やよね。それかもしれないですよね。それは難しいよやっぱり。全然あれみたいな感じの持ってきはるときなかった。確かにね、なんかすげえ爽やかなやつとか着さされた時もあったな。潜在写真撮った時とか、なんかえらい爽やかだなと思ったな。あの職業ほど明らかにこう手抜いたの分かるのないですよね。まあそうね、なんかよくそれでタレントさんと揉めて交代になったっていう人もいますよね。同じようなのばっかり持ってくるっていう。いやほんまに本当にそうなの。
今のやっていただいているもう10年以上なのかな、スタイリストさんは毎回の番組にその3パターン、うん、3パターン持ってきてくれて、3も2じゃないですか、普通3パターンぐらい持ってきてくれて、でどれか選ばしてくれるっていう、だから3セット自分で俺の分あれの分って言って決めてとかって、なん誰だった、元木さんだったかな、うん、なんかすごいスケーターが来そうな格好ばっかりさせられるから俺嫌なんだよって言ってたのなんか覚えてないな、スケーターそうそう、なんか出会うまでがなかなかね、そういうラインでなんか、うん、スタイリストさんはそれが合うかなと思って持ってきたのかもしれないけど、自分的にはこのなんかざっくりしたトレーナーみたいな、なんかすげえ嫌なんだよなって言ってたような気がするんですよね。そういうのあるよな、あるよな、なんかもうびっくりするような、まあ、夏やったから、まあ、いいね、うん、まあまあいい、テレビやで一応、うん、ゴールデンのテレビに、はい、緑の、真緑の、うん、何の柄もない真緑の無地の T シャツに、うん、オレンジの無地の膝上の短パン用意されてたのよ。さ、わんぱくなロケですね。わんぱくなロケ。それ、全員で集合して、なんかオープニング撮って、でロケに行くって、うん、もうその格好がもう嫌で嫌で、もうなんやねんこれ、とかって。あ、たまにプロゴルファーするでもなんか横島入っとるぞ言うてなんかいますよね、タレントさんで、いや今日スタイリストさんの全部気に入らなくて、うん、結局私服で出てますっていう人、あ、なんかそういう出会いな、なんかありますね、そうそう、うん、持ってきてもらったのに結局私服で出てるって、あるある、あ、それ相当やりますよ、無理だって思ったら、そんなファッションにこだわりあるんですか。いや、それはもう合わへんなこの人って思いながらもずっと進みながら、 ある日そのあのなんなんシュールなコントやってたせいなのかわからんけど、なんか変わった服ばっか持ってきてて、あのガンホルダー持ってこられて嘘やろって、脇に刺す方の次元タイプのガンホルダー持ってこられてて、で付け方わかんないんですけどみたいな言われてじゃあ何持ってくなよって話から、ガンホルダーわかんない、ガンホルダーつけて出てくださいよなんかそういうイメージだったじゃないですか、めっちゃ見たい、革のガンホルダー持ってきてさ、うでまたよく買いとかにまた変な服持ってきて、今日自前でいいっすわって言ったのはあるよ。確かにそれ言うのもドキドキしますよね、うん、気使うというか見学なく、ね、一生懸命持ってきてくれてるの分かるしっていう、でもねとかって、でも今たまこの間カズレーザーと一緒の楽屋になったら、うん、赤い服ばっかり持ってきてたの、やっぱあのスタイリストさんが、あ、そうか、あ、そういうのにもちゃんと対応して、でも赤でだけで全部揃えるのも難しいね、大変そうだなっていうの、ね、それでしゃれてる感じにせなあかんもんね、そうそうそう、赤い服で10着ぐらいかかってたから寝たくだな、そうそうそう男の人の方が大変ですね、あー、そうなのかな、女の子はいっぱいお洋服あるし、そうね、なんとなくこの子が好きそうな洋服って、そうか、スカートが好きとか、はい、なんかあるから分かりやすいですけど、うん、私服で判断するのかな、多分みんな、インスタグラムやったりとか、例えばモデルさんだったりとか、でなんとなくイメージがあるじゃないですか、この人いつも大人っぽいとか、そう、大人っぽいなとか、ワンピースだなとか、あとほら女性やから、あのやっぱり貸してくれるブランドとかも多いんじゃない、あ、そうですね、いろんなブランドがあるから、ほんま今ここ何十年ぐらいで変わったけど、昔芸人って全然服貸してくれんかったよね、ほんまやで、全然あかんかって、全然貸してくれんかって、確かにやっぱあの芸人イコールダサい、芸人イコールあの汚すみたいなイメージがあって、全然貸してくれんかって、ほんまに、そうなんだ、お店のプラスにならないみたいな、芸人が来てたってなったらマイナスになるんだ、今だいぶ変わったけど、おしゃれなイメージ、なんか来てくださいっていうブランドもめっちゃ増えたけど、確かに、うん、でもブランドの人からちょっと嫌だなって思われるの嫌ですよね。いや、思われる。一回ブランドの人がなんかそれ言ってんのを若干聞いちゃって、あの人が着てるのちょっと嫌なんですよねって言ってて、
それ聞きたくなかったなと思ったんだよな。よしゃれもな。それはあると思うよ。あると思うよ。まあね、イメージもあるしね。職業はな。うん、そうよ。俺なんてキモいキモいって言われてんのにさ、うん、俺に着られたら嫌でしょ。ファッションブランドの人。お店からしたら嫌でしょ。お店からしたら隠したいんじゃない？うん、でもガンガンさ、ラコステのさ、うん、ニットとか着て出てんだけど怒られないのかな俺。そろそろラコステからやめてくれって言われるんじゃない？クワニにガブー行かれんじゃん。心配してんな。ラコステぐらい大きだったらもう何も言わへん。それじゃあブランドのイメージなんて大丈夫かな。揺らげへんから。大丈夫そう、うん、大丈夫そうだって。じゃあビッグブランドなら大丈夫ね。そうだね、うん、これからっていう時に俺に着られたらきついみたいな。関西のこれからのショップですみたいな。今芸人さん来てくれっていうブランドは増えてると思うけどね。あ、テレビに出ることも多いですしね、うんうんうん、面白いがプラスになるかもしれないですよね、うんうん、そうですよ。確かにみんなだって TKO さんとかブランドとかやってたりね。あ、じゃあ吉田くんがね自分でブランド部立ち上げたりするぐらいですから ね、すごいおしゃれ、うん、さあ次のメールいきましょう。はい、これはラジオ、東京都ラジオネームあさちゃんからいただきました。アプリケースの皆さんこんばんは。こんばんは。この前ダーリオが言っていた西新宿のモーヤンカレーのランチに行ってきました。行った。お店で入るなり店員さんに大皿を渡されてびっくりしましたが、味は美味しくてバイキングなので好きなだけ食べるのは嬉しかったです。かった。でも自分は辛いのが苦手なので辛口は食べませんでしたが、うん、ダーリオやサヤネーはカレーの辛口は食べれますかということです。なんでてっちゃんに聞けへん。まあ俺らでも聞いてへん。女子に聞いてほしいか。うん、あ、甘口辛口もあんねや。さ、あの辛口ソースみたいなのがあって、うん、お好みでそれをかけるんですよ。あ、足すねや。うん、そう、足すんです。辛くなるやつあるね、うんうん、ちょこっと私は足します。辛口いけんじゃん。あ、でもこの間、うん、あのカレーの番組に出た時に、うん、何その違う違う、自分の番組にカレーの人が来たんです。あ、カレーの人が来たね。あの、なんか趣味を紹介するみたいな。趣味紹介するやつで、あの、カレーが好きな人が来てくれて、で、私もカレーめっちゃ好きだって話になって、うん、すごい楽しかったんですけど、うん、なんかレトルトカレーで18金カレーって知ってますか？知らない。何それ。18金カレーってのが、なんかドンキホーテさんとかで違います。売ってる。ちょっとパッケージ的にはなんかキンキラキンででっかく18金って書いてあって、うん、なんか一見そういうやらしいビデオに見えるようなパッケージなんです、うん、レトルトカレーぐらいの大きさじゃないですか、うん、DVD って、うん、それぐらいちょっと怪しいやつなんですよ、うん、でそれが今まで食べたものの中で一番辛かった、うん、あ、辛いんだってことや。18歳以上にしてくれっていう、はい、あれよりリーとかより辛い。もうね、比べ物にならない、うん、リーよりリー辛いよな。リーも止まっちゃうじゃんスプーン。唐辛子を食べた時以上の衝撃でした。めちゃくちゃ辛いよな。とんでもないな。本当に辛かったです。本当ひと舐め、うん、結構辛いの全然平気なんですよ。うん、リーも20倍だったら、うん、食べれるんですけど、うわ、でも、もう本当スプーンについてるカレーひと舐めで、うん、もうヨーグルト2杯飲みました。辛すぎて。で、ね、薬ちゃうのもすぐ寝ちゃった。あ、それしたらなんかすごい眠気が来ちゃって、やっぱり。刺激与えられて。関係ない、いつも眠いんだから。それのせいにしてない。眠くなくなるよ。あの、なんか帰りタクシーもすぐ終わって、うん、すぐ寝ちゃって。タクシーで。はい。それ普段と何の差があるの？普段はタクシーでは寝ないもんね。普段は途中ぐらいで寝るんですよ、うん、タクシーの。いきなり寝たっていう。いきなり寝ました。辛いのやったら寝るんやない。でした。あれ、じゃあ一番うまいのは相変わらずあの黒田カレー。はい、1位は黒田です。黒田の男気カレーです。男気カレー売ってあったけど買わなかったな。なんで買ってきてくれないんですか。違う、ちょっと高えなと思って。そうなんだ。レトルト、まあ、スーパーで買うレトルトよりちょっと高いじゃん。一パックでまあ500円ぐらいしたからね。やっぱちょっと高いなって思って。でも本気で美味しいです。本当？レトルトで売ってんだ。レトルトで、でもあんまり売ってなくて、その広島だったり、うんうん、広島だったら結構ね、そういうところじゃないと売ってないです。そうか、あれね。あれが一番なんだから食べて。食べてキャラモンだと思ってんだけどね、俺は。あれが一番うまい。あれ
本当黒田さんが申し訳ないですけど分からないんですけどすっごい美味しいから黒田さんってすごい人なんだなってカレーのおじさんやん、はい、カレーから学んでますカレーのおじさんカレーのおじさんカレーのおじさんカレーのおじさま違う方向で黒田さんを尊敬してるっていうカレー方面からカレーすっごい美味しいですでも監修してないと思うんだからねそこまで、まあすごいよねさあメール以上ですかね、うん、まだもう一丁もう一丁さあ、松山市はラジオネームブルトンヌさんからいただきました、アリケスメさんこんばんは、こんばんは。近所のデパートのイベントに山根さんの、イクメントークショーがあるのを知りました。うわ何それ、その他にもイクメンタレントと称して、他府県にもトークショーなどをやっているんですか。逆に田中さんは山根さんのようにピンで売っていることはありますかということです。いやそういうトークショーみたいなのにピンでやったことないの。山根が一回大遅刻して俺が一人で15分ぐらいトークショーしたことある営業ね、うん、営業で。いやでもこないだもなんか座談会みたいな行ったな、イクメン座談会何してんだよお前。いや呼ばれるんだもん、イクメン座談会。まあインスタとかでもねやってる影響やろうな。そうですね、なんか子育てについてどういう感じでやってますかとかって聞かれて、うん、答えるみたいな。それはもうママさんたちが集まって聞いてるの。まあママさんもいるし、その団体の人ら、そのそれはなんか子育てで環境の問題をいろいろ研究してる人みたいなのが集まって話をするところで、うんうん、でもそれってさ普段はもう言われへんことをさ、うん、もうこれぞとばかりここぞとばかりに言えるからさ、まあそうですね、すっげー楽しいんじゃないの。あ、まあ、楽しいのは楽しかったですね、うん、で分かってももらえるし、うん、ちょっとボケただけでもなんとなく大笑いにはならないけどクスクスとはなるから他の人は全然全然受けないから大笑い取れよお前は。いや大笑いは起こんないのよ。イクメンはええねんな。そこはもうお茶会みたいなもんだよ。いやいや、奥さんの文句とか。いや受けんだろ。奥さんの文句言って奥さん連中が見に来てるから。あ、じゃあ旦那の文句言えばいいんだ。どうせ旦那なんてクソ人間だからさ言えばそれは受けそうだね、うん、そんなの言わないんだ。まあでもそれまだ1回しか行ってないの。次が2回目だから。次どこ？それが愛媛のスーパー、うん、なんかね、デパート、デパート、そうそう、愛媛には行くとは聞いてたけど。松山市の人です ね、 愛媛ですね。どういう風にやるか。やっぱりでも芸人として芸人がいないでしょ、そういう場所に。なかなかでもなんか、タケトさんとかね。あ、タケトさんね。吉本さんでも集まってやってるみたいで、パパパパパークパパパパークみたいなパパパークみたいなんでそこで鉄板トークを磨いていくしかないんや。一回パパライブやってさ、パパパークあるらしいよ。伊予郡の松前町でアンガールズ山根トークショー、育てる男が社会を変えるかっこいいな。ええなそれ。考えたら自分で。いやいや考えてないですけど。お前が考えたんだろそれ。ちょっと変えようかな社会を。山根が社会変えることあるの、うん、めっちゃ俺憧れるわこの仕事。いいサインですよ。めっちゃやりたい。あ、今週末じゃないですか土曜日。まあでも楽しいな。楽しいですよ。共感もしてもらえるし、うん、その見に来てる人らも子育てちょうどやってるから、うん、でもさ、そうか NHK でやってるからか。でも大体俺ね、うん、営業とかお笑いイベント行ったら、うんうん、ほぼずっと俺が仕切って喋ってやってるんですよ、うんうん、そういう場所に行ったらじゃあ山根がもう率先してそれやるんだ。おー、まあやるだろうね。イクメンやから。イクメンだからイクメンやから、そのイメージがないだろ。答えられへんことを全部答えんじゃない、うん、俺がもう毎回さこう、うん、いろいろやってあの笑いも作ってドア玉やっても、うん、山根はちょこ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 普段、うん、いやだってお前がずっと喋るんだ。いやで山根がさ関係ない笑いにつながらない話をされたら尺の中でずっと受けたいからだからそういうなコミのバランスやから、そういう尺もいるがな、その装飾があって。いやでも営業夜泣きが激しいんですけど田中さんちはどうしてますかって聞かれるとどうするの、うん、夜泣きが激しいんですけど、うん、夜泣きが激しいんだけど、はあ、どうすればいいですか。布団をかぶってあーって自分も泣きます。呼ばれ全然呼ばれへん。はい独身無視無視とか言えばいいでしょ。そんなもん無視ですよとか。はい独身、はい、無視しときゃね大体やめますよ。パラ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 帰る。あいつ分かってね、はい、全然イクメンのこと分かってね。
何なんだ、じゃあそこで何言えばいいの。育児のことは。何て言うの山根は。何が夜泣きしてたら、うん、まあもう抱っこしてあのエルゴをこうつけて揺すってあげるぐらいしかないですねっていう話を。エルゴですよ。なんだよこれ。これの方がいいじゃん。ムシムシの。だからそれだけまあ分かるってなる。分かるじゃん。エルゴ知らないでしょ。あのバカ分かってねえよ。エルゴなら知ってるよ。ラコスタ脱げ。ラコスタ脱げ。ラコスタ脱げ。エルゴはどうでもいい。なんだよエルゴってさ。エルボ？エルボを決めんの子供に。なんでエルゴ？決めねえよ。子供にエルボしたらそれは泣き止むよそれは。うるせえ。しねえしねえ。もっと泣いてんだよ。こういうの、ね、まあ楽しいですね。うん、こういうのもね、ボケなくてもいいもんね。そうですね。答えるってことやもんね。どっちかというとね。ええ仕事やな。どんどんやってほしいな。社会変えなかもね。社会変えていかないと育てる男が。どんどんやってほしいな。社会が変わるかなそれで。ちょっとずつ何でも変わってくる。社会が変わることはない。社会をキープすることはあっても変わることはないんじゃない。いやいやよく変わっていってるでしょ。誰が変わってる。男なんか子育てしねえんだよみたいなのがもうそのやっぱイクメンがかっこええってなっちゃったらもうやっぱりそうらしいよ今は。子供がおしゃぶりをなかなか卒業できないんですけどどうすればいいですか田中さん。おしゃぶり、はい、そんなもん買わなきゃいいんだよおしゃぶりを。そもそも買うからその存在を知ってしまってそれに頼れちゃうのよ。おっぱいだけ舐めさしときゃいいんだよ。舐めるってなんだよ。ダメだあいつ。おっぱい舐めるもんじゃないですよ。おっぱい舐めるもんですよ。マク閉めろマク閉めろ。ダメだよ。吸うもんですあれは。マクして脱げ。おっぱいは舐めるもの。ダメですよ。マクして脱げバカ野郎。舐めるもんってやつそうだった舐めるってバカだ舐めてんだろうみんなさ最低赤ちゃんが吸うもんです。大人の男はみんな舐めてんだからさ舐めればいいだろ。最低最低最低。いや最低ってだってさ舐めてほしい女もいるわけだから全然行くべじゃない。そうだ共存だよ。じゃあ舐められなくていいのね。ダリオは一生 AV 座談会に行け。 AV 座談会ダリオは一生舐められないってことになるよ。全然大丈夫大丈夫です。大丈夫です。だって舐めたい旦那がいたらどうするの。舐めたい旦那をもらっちゃったらしたらその時考えますね。舐めさせるに決まってたのに。セクハラだ。結局舐めさせるっていう選択肢しかない。最悪だ。絶対仕事経営イクメンの仕事経営これは社会変わらへんわ。変わらないですね。社会キープだ。さあ続いてのメールでございます。これは津市の、ラジオネーム49さんからいただきました。アッパレゲスの皆さんこんばんは。こんばんは。お笑いタレントの皆さんはファンクラブってあるんですか。 AKB グループにはあるのは分かっているんですが、うん、お笑いタレントさんのファンクラブはどんな活動をしているのか分かりません。ちなみにダリオさんにもあるのですかという。おお、あるあ私はあります。あ、ダリオファンクラブ。あ、そうなんだ。なんていうの、うん、ダリオ共和国って。ありがち。ありがち。ダリオ共和国の私は大統領です。共和国じゃないの。共和国は大統領ですよ。そうなんですよ。そう。で結構活動してるんです。へー。何するの。なんかイベントたまにやったりとか、うん、グッズ作ったりとか。会員集めてなんか。でも会員はなんか登録無料で、うん、特にそのファンクラブがに入ったからなんか、うん、年会費とかいらないわけじゃないんですよ。新聞みたいな届かないの。年に4回とか。なんかメルマガが届いたりとかマネージャーが書いてるメルマガが届いたりとか。マネージャーの文章が見れるとかするんですけど、うん、なんかうん特に。でも集まろうみたいなことはあるんだよ。詳しく分かる。ダーリオの情報がよく分かるように。そうなんかそうですね、うん、とかはあるんですけど。放送の情報とか、うん、放送の情報とか、うん、特になんかあるわけではないです。あ、まあ、ただはいいよね。ただです。あ、ただだからそんな なんもできないですけど。あ、サービスは薄いですよ。薄いですけど。そうただです。うーん、お笑いあんの。ある人おんのか。いや、渡辺はね、昔あったな、今、なくなったんだっけな。今ないんじゃない。昔芸人さんのまとめてね、全体、うん、ファンクラブ。あ、全体にあったんだ。あ、ダイプロのお笑いさん全員で行くのだ。で、まあでも誰を推してるかみたいな感じはあって、うん、なんかあれなんでなくなったのファンクラブ。いや、外行って聞いてこいよ。教えてよ。入んないからじゃないの。
減ってったんじゃないの。だって昔誰が管理するとか解放送るとかって結構大変なんじゃない、うん、いやネプチューンさんとかがそれこそものすごい、うん、キャーキャーの頃キャーキャーの頃にできたはずですよ多分、うん、ああ昔からあったんじゃなくて、うん、多分そんなネプチューンさんぐらいからじゃないですか。深川さんとかのコラムがあったりとか、うん、多分おしゃれなかっこいい芸人が増えて、うん、渡辺エンターテインメントっていうヒデ、うん、ちゃんがおしゃれじゃなかったみたいな言い方するんだ、うん、まあヒデさんはいやかっこいいよ、うん、でも今かっこいいっていうよりは おじさんじゃないですかね。そうか。だからその、まあ、ファンクラブとかはなんかができたのはそのネプチューンさんとかの大ブレイクみたいな。ヒデさんとかでももう昔とか単独であ持ってたかもね。あったかもね。あーあーそうでしょうね。あったと思いますからね、女子高生とかから、うんうんうん、単独であったんじゃないかな。うん、で僕ら世代にはギリ残ってたけど途中で急にもうなくなりましたね。なるほど。アンガールが潰した。うん、だって俺らは渡辺エンターテインメントは、うん、俺らが入るまではもう、うんちょっとおしゃれでポップな芸人さんを撮るっていうことで有名。アンガールズ以前ということで変わってくる。前も言ったかもしれないけど俺はオーディション渡辺のネタ見せ毎月行ってたんですよ、うん、あのテレビで、うん、あ芸人になってと上京してきて、うん、毎月ネタ見せ行ってライブに出れるかどうかを。あ事務所の中でそうでずっと出れなくて、うん、山根と組んで行った時に、うんおーって言われたんですよ。すごいね見た目が面白いしって言って、ただうちのカラーじゃないねって言われて、野呂さんじゃないとオフィス北野さん行った方がいいよって言われた軍団さんっぽかった。そうそう。ただその月、うん、やっぱそう言われてじゃあ違う事務所に行った方がいいのかなと思って、でももう一回、うんうん、やっぱり渡辺の芸人さん好きな人が多かったから、うんうんちょっと渡辺にもう一回言ってダメだったら諦めようって言って、うん、行ったらその合格して今月からいろんなタイプを取ることにしましたってなって方針が変わったんや。そう、その時に受かったのが俺らとあと G メンスさんっていう、うん、今ハリウッドザコシショウさんのコンビの2組が受かった。そっから際物だらけになりました。やっぱアンガールズ以降だ。サンシャイン池崎とか。それでファンクラブももうなくなったんです。ファンクラブキャーキャーのタイプじゃないなって。これからの笑いに対応していくために。でもずっとだからそれから見た目かっこよくなくてもいっぱいね。配置しましたから。そうか。アバレル君とかね。うん、あーアバレル君もそうだし。平野ノラも別に美人なわけじゃない。あーほんまやな。ファンクラブいらんな。いらない。ロッチでもなんかこう。ね、うん、個性があって、そうそうです。なんか鍋プロのカラーってなんかあるよ。うん、まあまあパッと明るいね、うん、人は多いですよね最近特に、ね。ニコニコしてますね。確かに。ブルゾンチエミもそうだし。ああ、そっか。よい子さんはファンクラブとかは？ないない。あ、昔からないですか？昔からずっとない。一回も。松竹芸能自体に一回もできてないんですか？森脇さんもあったんじゃないかな。森脇さん？森脇さん。森脇さん超アイドルやってんで。そうだよ。大阪城ホール埋める人やってんで。だって夢がもりもり出てる頃やっぱすごかったよなんか。スマップ裏の頃は人気あってんで、ね、最初。ポップのね。始まった時はね。スマップのアシスタントやからね。夢がもりもり。何があったらこんなことになるんですか。そんなに人気があって。うん。なんとか余韻でいけるもんじゃないですか。トレンディドラマも出てたし、はい、何したら浅草さんと組んでたよ。え？マナットファンタジー。いやそんなにとんでもない犯罪でも犯さない。全然俺そんなことならないと思う。黒い光線もなんもないですよ。何もなしでこんなことない。何もないけど京都に帰ってきたよ。で走り始めたんですよ。走り始めた。もう走り始めたって言っても元々短距離の人やったからね。ああそうなんですか。うん、でも赤坂マラソンで5キロやってくださいって言われて分かりましたって言ってやり始めてるところからまた始まった。息吹き返した感じありますよね。森脇さんはあったと思う。ああ、うん、森脇さんぐらいですか。それ以降じゃあアイドル性のある人ってじゃあ出てないんですか松竹芸能って。TKO さんもアイドルっぽかったですよね。ああそうだ痩せてて。でもちょっとファンクラブまでは行けへんかったんじゃない？やっぱり、うん、そこまで行ってないよね。でも非公認であったんじゃない？ファン同士で作るとかはそんなあったんじゃない？ああそういうやつはね、うんうん、ファンクラブとかあってほしいですよね。なんかね、うん、
そうね、うん、でも何を活動してへんかな何書くかとかなってくるんじゃない。なんかでも昔ファンの人らとなんだろう、なんかいちご狩り行く的なやつとか先輩とかやってたよね、バスツアー、ね、ね、先輩方だからパラシュート部隊さんとか、うん、18金さんとかそれファンクラブで行ってましたね。楽しそう、うん、でダイレオンとかそんなあんじゃないの。あ、昔よくありました、うん、ファンクラブツアーみたいなやつ。いや、なんかファンクラブってよりは、うん、なんか、うん、若い女の子たちで、うん、こうバスツアーとかありました、うん、ただの遊びに行ったの。違う、ファンの人呼んでですよ。あ、呼んで、はい、私も一回、うん、あ、なんかバスガイドになったことあります。あ、そういうの、ね、ファンの人呼んで。へ、若い女の子が来んのそれ。あ、ダーリオのファンって男じゃないの。あ、若い、その女の子っていうのはレプロの若い女の子です、うん。あ、が何人かいて、何人か集まってなんか泊まりに行きました、みんなで。ああ、そう、ファンの人と。なんかどっかに楽しそうやな。楽しかった。ファンも絶対楽しいよね。はい、そんなバス一緒のに乗れたりとか、ね、うん、そのなんか宴会場で、うん、なんかゲームやって、なんかゲームみたいにやったりとか、うん、ビンゴとかやったりとか、質問大会とか、はい、とかやりましたね。へえ、良さそうだよね。18ぐらいの時、ね、いいなさあ、というわけでメール以上でございます。宛先をダリオお願いします。はい、宛先は夜月アットマーク MBS1179.com YARUGETSU アットマーク MBS1179.com までお願いします。それでは一曲いきましょう。 AKB48 でシュートサイン。投げるのかシュートサイン。よいこ有野です。浜口です。MBS ラジオ AM1179 FM906 からあっぱれやってます。サヨネをムキンポしよう。ムキンポとっさきこのコーナーはなかなか動じない冷静なサヨネをあたふたさせて感情をむき出しムキンポしようとするコーナーですが、サヨネがお休みのところメールいただきました。はい、広島県呉市のタカ、あっぱれ月曜日の皆さん、こんばんは。こんばんは。今日はさやねラルク哲也さんがお休みで、さやねには代わりが来るということを番組冒頭に言われてましたね、うん、そろそろ代わりの人が来る頃じゃないでしょうか。矢倉風子ちゃん、白間美瑠ちゃん、まさかのさやねが駆けつける。ああ、僕的にはさやねが来そうな感じがしてますが、どうなんでしょうか、うん、ということです。あ、さあ、ということでこうなりました。自己紹介お願いします。はい、 NMB48 のリリポンことストーリーリカです。よいしょ、よろしくお願いいたします。初めて来てくれました。リリポンですって言ったやんか。すごいアイドルっぽい声だね。そうなんです。え、ここ来てくれるの初めてやよね。はい、初めてです。大丈夫、中川さん聞いてないこのラジオの。あ、めちゃくちゃ聞いてます。やべ、ね、どんな情報、はい、白間さんがめちゃくちゃ焦ってました。はい、あー、ペイちゃん。あ、そうです。あそこはやばいぞって。はい、盛り上がってました。見た、俺たちの花。あ、見ました。でかい花が劇場に届いてました。やばいでしょ。はい、よく来たね、それ知ってた。そうですね、だいぶ後輩なんですけど送り込まれた。はい、送り込まれたんで、ぜひともよろしくお願いします。お願いします。はい、サヤネから何か言われてんの。いや、何も。あ、そうか、はい。サヤネ、このラジオのこと変態ラジオ言ってるよ。そうなんですか。そうや、あの変態ラジオねって言ってたから。外には隠してんだから。外には隠してんだから。エッセイにもエッセイがここのことは一切3万字いろんなこと書いてんのに。そうやで、ね、一切触れてへん。そうなんですね。うん、すぐ帰るよ、終わった逃げるように帰るよ。いや、楽しみです。ほんまですか。はい、いつもね、さやねんを無金庫するってもう丸裸にするって意味のコーナーなんやけど。あ、そうなんですね。だからもうリリポンが、はい、代わりに真っ裸に。わー、ね、ずるむけにされるけど、はい、よろしくお願いします、はい、いくつ20歳です。20歳。はい、成人してるから大丈夫や。あ、そうです。大丈夫です。大丈夫ってどういうこと。はい、何聞いても大丈夫。何聞いても大丈夫。あ、そうですか。好きなのがライチ、はい、アイドルっぽいね。ライチとプリンプリン。あ、そうです。プリンプリンさんじゃないですか。うな加藤さん。プリン。いや、かわいい。わかんない、知らないから。プリンプリン、プリンプリンさん知らないでしょ。知らないです。知らない。うな加藤知らない。知らない。うな加藤さん。うな加藤さん。ごめんね、ほんとに。プリンプリンさんって芸人さんいたのよ。あ、そうなんです。いたのって、まだいるの。まだいるの。タイタンマイル見に行ってやってはったよ。タイタンマイル出てる。
そうそう、あ、フルーツ好きね。じゃあライトなんや。そうなんです。趣味は読書。はい。何読むの？哲学書を読みます。そうなんです。ニーチェ、ニーチェとか、はい、あ、大好きです。サルトルとか。なんか、なんで哲学者になりたくて、自分でもあの本出したんです、この間。哲学書。すごい、はい、なんかいきなり告知。人間とは考える足であるみたいなこと。あ、そうです、パスカルさんの。お、はい、お、そう、分かるんだ、すぐパスカル。分かります、はい、ちょっとなんか一つ人生哲学教えて、うん、教えてミリボンのこれぞっていう、うん、あ、私の一番好きな言葉が、うん、ニーチェさんの人生を危険にさらせっていう言葉がありまして、うん、はい、自分の身を守るより、うん、自分の心に嘘をつかないで発言しようっていうことがあるので、うん、はい、それを心情に生きてるんで、だいぶよく炎上します。危険にさらせあかんや、そういうことなのかよ、言いたいことは。ニーチェが、そうなんです、炎上はないと思うけどな。炎上してほしいと思ってないと思う、ニーチェは。またちょっとちゃう意味だと思う。違うんじゃないかな。まっすぐ生きてます。まっすぐ生きてんのか、はい、炎上しちゃうけども、そうですね。へー、時に反感買ってしまうんや、それで、うん、ちょっと炎上するってことはな。たまにちょっと、はい、下ネタとかも言っちゃう。言っちゃうの？はい。あんま哲学者言わないじゃん。下ネタ哲学ないの？真逆だと思うよ、哲学とは。いやいや、下ネタの哲学教えてよ。うん、いや、哲学者ってすごく変態が多くてですね。多いね。ちょっと偏った方多いな。そうです。同性愛者が多くてですね。ああ。そうなんです。ゲイが多いんです。リリポンも？キュートされるけどね。私は。リリポン男子が好きなんだ。私は多分まだ、はい。うん、そっちには分からないです。あ、そうか、はい、まだ目覚めるかもしれないですけど。あ、そう、分かんないよ。まだどうか、男なのか女なのか、もうそれさえも分かる。もう二十歳だったら分かると思うけど。恋愛禁止されとるから。あー、なるほどね、うん。そうなんです。そういう雑念をまず持たないようにしてるんだ。普段から。持ってるよね。雑念は持ってるので、自分で処理しようと頑張る。自分で処理とか言うの？なんか変な意味を聞こえる。気持ちのね。あ、気持ちで。気持ちの結局ペイチャンネルかなとか思った。またここにもペイして、やばい、見とるやつもんねんなってなっちゃうよ。見とる系なの？うん。だから、はい、その大丈夫ちゃうわ。そのペイチャンネルで、はい、マネージャーにちょっと怒られてたグループじゃないでしょ？うん。あ。まあ、はい。地方に行ったりとかすると、フロントでちょっと1000円ぐらい払って書いたりとかするの？うん、いや、私は自分の、うん、スマホの、スマホやめろ、スマホの無料動画か。別に言わない。ちゃんと購入します。スマホで購入してちゃんと視聴してから購入します。あ、購入してるの？購入してるやつなかなかどうしてやで。すいません。いや、偉いよ。俺ら、マスクじゃないと、そういう、危険にさらすな。ニーチェです。ニーチェないです。危険にさらすな。変なメールガンガン来へん？あ、来ます、来ます。うん。すげえとこ入ってんちゃうやろな。いや、大丈夫です。大丈夫、はい、危険にさらさないで、そこは。大手？意外にも、このおっさん二人は、会員じゃないか。無料のしか見へんから。絶対出すなよ。ここ入ってんちゃうやろな。これで笑うってことはそうか、これ分かれへん。知ってるのは知ってるのね。全然知らないです。超有名サイズだもんね。今俺この文字出してこの文字出したら笑ったのよ。これもまた相当やろ。ミルさんには叶いません。あ、師匠なんで。師匠なんで。エロ師匠だ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 。兵庫県の伊丹市の南下須48号。あ、面白い。月曜レギュラーの皆さん、こんばんは。こんばんは。リリスケ、こんばんは。こんばんは。リリスケ言うんや。はい。リリポンじゃないんだ。あ、別名です。別名です。白間ペイちゃんの件は皆さんもうご存知でしょうが、リリポンもなかなかです。後輩とのホテル、アイベア時に AV を見ていたそうですが、ほら出てきたやないか。その時に起きたイヤホンの事件をお願いします。おっと、何ですか？あ、そうなんです。あの、後輩と、何人部屋なの？2人部屋だったんですけど、まあ、後輩が隣のベッドでゲームとかしてたんで、まあ、バレないかなと思って自分のこのスマホで見てたんです。でもちょっと音が くぐもってて、その動画が、めっちゃ音量、最大音量でこうイヤホン耳にして、こう聞いてたんですけど、なんか後輩がめっちゃトントントンって肩叩いて、ダンス教えてくださいみたいな、急に言ってきて、どうしたんだろうと思って、まあ、そんな大事なのかなと思ってダンス教えたんですけど、
でそれダンスをし終わって、うん、自分のベッド戻ったら、うんうん、イヤホンが本体に刺さってなくてで最大の音にしてそうイヤホン越しの音量聞いてて、全部自分はちょっとちっちゃなってるけど後輩はもうめちゃくちゃ鮮明な音で聞いてそもそも刺してなかったよく中途半端に刺さってていやそもそも刺してなかったそもそも刺してなかったやばいっす、はい、それは耳栓みたいになってたよ、はい、イヤホンが聞こえづらいなと思ってで、これいかんと思って怖、はい、いかんとかもう耐えられなかったやろうなそうですナンパものだったんでなんかちょっと奥が入るじゃないですかナンパものって言葉も知ってんのちょうどその社内だったんでそういう感じのナンパもんで最初は喋ってるからそうですそうです別にねえけど、はい、始まってきたらなそうなんですやばいよやばかったそんな溜まってんのNMB ってそんな溜まってんだみんないや、まあ、そりゃね恋愛禁止されてるからそういうところで発散してる、まあ、発散してるっていうことですうん、見ていいし二十歳やから、うん、まあね、何の問題もない、何の問題もないですよ。いや、ええねんけどそこで終わらしてるってことは前ねペイちゃんの時も言ったけど、うん、安心ですよそこで住んでんねんからまあね、うんうんうん、脳内で住んでるはいじゃあいいですよいろいろそれがそれがいいペイちゃんもう一人売ったんや、ね、あペイじゃないのか、うんはいペイポンねペイポンリリスまた名前が増えました、うん、すごいなそれで見てたんやあそうなんですいいニュースが来ましたよ、来週もリリポンに来ていただくのでペイポンを、無金歩する情報をお願いしますメールでお送りください、お願いしますあれもう絶対確認せなあかん一回こうイヤホン取って してないなと思ってピッてやらないとそうですね、もう今ではめっちゃやってますもん本当にあちゃんと確認してからドキドキして、そうやよじゃあ明日先を、ダーリオお願いしますはい宛先はやるげつアットマーク MBS1179.com までお願いしますじゃあそれここで一曲聴いていただきましょうあ、全然違いましたごめん、聞けないわ違う今曲を聴かないでおきましょうはいアンガールズ田中です山根です MBS ラジオ AM1179 FM906 からあっぱれやってます高2男子のお願い聞いてあげる自称高2男子が言ってもらいたいセリフをエロいお姉さんダーリオが心を込めてセリフを言います、はいそれでは早速参りましょう最初愛知県ペンネームドヤミナリスペクトさんの作品ダーリオに怒りながら言ってもらいたいです今他の女の子見てたでしょうバカあー何普通に可愛いやんなんか普通に可愛いやつが来ましたね千葉市ラジオネームお豆さんの作品ジム終わりのダーリオに言われたいですはぁ、あ、汗びっしょりかいちゃったいいねなんかいいねなんかもうでも普通のです普通の感じですよつけてないですジム終わりなんでうん名古屋市ペンネームアラジンと魔法のトランプさんの作品先に学校の宿題を終えた僕にダーリオさん言ってください。もう終わっちゃったの？面目ないよね。恥ずかしいな、情けない。普通のことですけどね。でもそれはダーリオに責任があるんだよ。あるよ。そういうのがあったからダーリオに責任がある。ダーリオ。東京都ペンネーム頑張れベンガルズさんの作品。ゴルフ初心者のダーリオに言ってほしい一言。ねえねえ、握り方教えて確かに分かんない握り方、まあ、軽く力入れない方がいい、そうですね、力絶対入れちゃう分かりましたスナップスナップとかしてもう本当に、はい、ペイポン笑うの早いと思う神コーナーって言われてるの姫路市ペンネームジョイマックスさんの作品ダーリオさんにからかわれながら言われたいですこれを強引にする人もいます淡白であっさり捨てる人もいます。お酢が強い方がいい時もあります。物を使う時もいます。物を使う人もいます。これが上手い人は喜ばれたりすることもあります。酢で始まって、酢で終わる。これってなんだ？今夜はてっちゃんがお休みなので、急遽だけどリリポンわかる？はい、リリポンや。やばいっす。やばいっす。うわ、ダメだよ、ブブー。またやらしいこと考えてたでしょ。答えは、セールスでした。
愛かった。そうです、それそれそれ、それもそう思ってました。じゃあよかった。いやいや絶対正解だ。ありがとうございます。やべっすって言ってたよ。絶対思ってない。次、東京都ペンネーム頑張れベンガルズさんの作品、阪神9回裏2アウトランナーなし、この場面でサヤネーの代わりにリリポンが言います。アンパイア代打川藤。川藤知らない世代だろ。客層の時でしょ。そもうそこで川藤って。あ、そうなの。もうダメですよ。このコーナーに作品を送ってください。野球好き笑うんや。宛先をダーリーお願いします。はい、ヨルゲッツアットマーク MBS1179.com 高2男子のお願い聞いてあげるのコーナーまでお送りください。さあ、というわけでもエンディングでございます。はい、ね、急遽リリポンが駆けつけてくれました。はい、ありがとうございます。来週もよろしくお願いしますね。あ、来週もこのコーナーあります。もちろんあります。あ、嬉しい。神、うん、コーナーが好きなの。はい、ダーリオさん好きなんです。嬉しい、初めて。こんなエロい子に好きって言われてるよ。やばい。グラビア見てました。あら、エロい、エロい目で下半身がやばいやばいやばい。下半身やばい。下半身やばい。下半身やべえ。ありがとうございます。ダーリオの下半身やべえ。来週はね、その辺のことをもっともっと掘り下げていきましょうよ。メール募集してるからね、送ってくださいね。その辺ちょっと楽しみにしておきましょう。はい、なんかお知らせあります？大丈夫ですか？あ、大丈夫です。大丈夫ですか？さあ、この後は AKB48 横山由依、あっぱれ横浜任せてくださいです。こちらもお聞き逃しなく。今夜のお相手は良い子の浜口と、ありのと、アンガールズ山根と、アンガールズ田中と、内田理央と、NMB48 の須藤りりかでした。また来週、さよなら。横山由依、あっぱれ横山任せてください。ここからの時間は私横山由依が任されました。今日も自由にまっすぐにお送りします。最近ですね、寝てる時に夢を見まして、この間見た夢っていうのが、シャワーを浴びてるんですけど、壁の一部分が正方形の布になってて、そこにめっちゃ毛玉がついてて、シャワー浴びてるのに、その毛玉取りで、その毛玉を必死に取るみたいな夢だったんですね。本当に謎な夢なんですけど。まあ私、占いとかも大好きなので、夢占いで調べてみたんですよ。ちょっとワードをね。で、シャワーって調べたら、なんか温かいシャワーを浴びたっていう欄に、なんか今までの偽りの感情、不誠実な行い、横島な考えなどとの決別を意味しますって結構嫌な感じなんですけど、でもなんか心が浄化され清らかになることを表していますみたいなね。で、あとは布の夢は豊かさや可能性の象徴ですみたいな。布はそういう意味なんですよ。なんかだからいい夢なのか悪い夢なのか結局ちょっとよくわかんないんですけど、まあ、よく考えたら私毛玉取り欲しいなって多分思いながら寝てたからそれやったのかなとかも思うんですけどねはい、また変わった夢見たらお伝えしたいと思いますというわけで10分間お付き合いください。この時間はベストモバイルアプリケーションプロデューサー BMAP の提供でお送りします。皆さんはね、あんまり知らないかもしれないんですけど、私ってすごく人に影響を受けやすくいいんですね。で、人がやってていいなと思うことがあったら結構すぐ真似しちゃうみたいなところがあるんですよ。というわけで今日は横山はこの人にこんな影響を受けたよっていうのをちょっと言っていきたいと思います。じゃあ行きますね。まずはじめはこのメンバー、大谷静香ちゃん。大谷静香ちゃん、しーちゃん先輩なんですけど、しーちゃんからは一緒にカラオケに行った時に、カラオケでしーちゃんが歌ってる歌を次一緒にいた時はもう私が歌うっていうそのいい曲だなっていうのを教えてもらったっていう意味で、ドリームスカムトゥルーさんの未来予想図2、これをしーちゃんからは教えていただきましたでもちゃんとね、その2回目行った時にしーちゃんこの間歌ってた歌歌っていいって聞いてからいいよって言われたので歌ったので、はい、そこら辺ははい、続いてはこの人、川栄里奈ちゃん。そう、卒業したんですけど、川栄里奈ちゃんはコンビニのガトーショコラがすっごい美味しいよって言って教えてくれて、それから結構食べてましたね。ガトーショコラが個包装になってて4つぐらい入ってるのかな、それが美味しいよって言って
教えてくれました。もう食べてないんですけどね。はい、じゃあ続いてはこの人、指原莉乃さん。いや、サシコ、まあ先輩ですね。サシコもコンビニなんですけど、一人用のキムチ鍋があって、それがすごい美味しいよと教えてくれたから、私辛いの大好きなんで、それは割と食べますね。あのチンしたらいいだけの鍋みたいな、あの結構おすすめなので、よかったら。じゃあ続いてはこの人、入山アンナちゃん。アンニンとはね、プライベートで金沢に旅行に行ったりとかするぐらい仲良しで、そんなアンニンから教えてもらったのは、芋焼酎のソーダ割りが美味しいよっていうことなんですけど、その芋焼酎の中でも富の宝山のソーダ割りが美味しいって教えてくれて、それからは美味しいなと思いながら飲んでます。父親にね言ったら、なんかその年で芋焼酎が飲めるなんて大人だねって言われました。はい、続いてはこの人、北原理恵さん。理恵ちゃんはすごくね、エンターテインメントなことを教えてくれるというか、漫画とか映画とかが好きなので、その中でも理恵ちゃんワンピースが大好きで、それ影響されて私もワンピース買って読み始めたっていうのがありますね。はい、じゃあ続いてはこの人、高橋樹里ちゃん。樹里は後輩で年下なんですけど、樹里はね割と私の影響を受けてくれるタイプなんですね。だからなんか私が飲んでる飲み物とかは真似したりとかするんですけど、そんな樹里がこの間目の下にキラキラのラメを入れてて、メイクの時に、それがすごい可愛かったから、どうやって入れんのって教えてもらって、私もそのコンサートの時に入れてお揃いで出ました。はい。続いてはこの人、湯本亜美ちゃん。湯本亜美ちゃんっていうのはチーム K にいるメンバーの子で、今ドラマを一緒にやってて、豆腐プロレスっていうドラマ出てるんですけど、この子はアクロバットがすごい得意で、バク転ができるんですよ。でチームが昔一緒やった時にツアーを回ってて、そのツアーの最中、曲中にその湯本亜美ちゃんがバク転をするっていう演出があったので、そのレッスン場でバク転を岩見がしてた時に、私もあ、そういえば昔学童の時になんかロンダードとか側転とか逆立ちからブリッジとかやってたなと思い出して、で岩見のそのバク転がかっこいいと思ったから、そのレッスン場で私もおもむろにロンダードとか側転とかをやり始めるという影響を受けました。まあ岩見のバク転には到底かなわなかったですけどね。はい、続いてはこの人、柏木由紀さん。そう、ゆきりんさんともすっごい仲良しなんですけど、アルバムね、サムネイルっていうアルバムを AKB48 をリリースさせてもらって、その中のユニット曲が一緒のユニットで、ゆきりんさんと私と高橋樹里ちゃんと小宮山遥ちゃんと高柳茜ちゃんと、その5人で一緒なんですけど、ゆきりんさんと私で2人で歌うパートがサビにあって、その振り付けが3人は後ろで止まってて、前で2人で止まって歌ってるっていうフォーメーションだったんですけど、そのリハの時に、もう私は真正面を見て歌おうとしてたけど、ゆきりんさんはこうちょっと斜めを向いてかっこよく歌ってたので、私もこうバランスをとって、やっぱかっこよくそう斜めを向いて歌ってみたっていう。まあ、ゆきりんさん本当アイドルとしてすごい尊敬しててかっこいいので、見せ方とかがかっこいいから、そういう意味であの影響を受けています。はい、じゃあ続いてはこの人、小島春菜さん。あの小島春さんはなんか一緒にね、あの服を買いに行こうよって言ってくれたことがあって、お買い物に一緒に行かせてもらったんですけど、なんかその時になんか T シャツ、白い T シャツの上からこうデニムジャケットを袖を通すんじゃなくて肩掛けをするとおしゃれだよって教えてくれたから、あのそれから毎週末握手会で肩掛けをしてたと。そしたら小島春さんに、ゆいちゃん肩掛けしすぎって言われました。はい。続いてはこの人、島田遥香ちゃん。島田は同期で同い年なんですけど、考えたんですよ、これ私ってすごい影響受けやすいし、今までも出てきたじゃないですか、いろんなメンバーから影響を受けたよって話が。でずっと考えたんですけど、島田から影響を受けたことはちょっとないかもしれないなって。はい、でも仲良しでねご飯行ったりとかするんですけど、
島田がっていうのはちょっとなかったですね。でもこれから出てくるかもしれないので、ちょっとその時また報告したいと思います。この番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはまかせてアットマーク mbs1179.com です。 AKB48 の横山由依でした。島田好きだよ。